こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、月よく照らして高山静かなりです。山を歩きながら空を見上げると雲の隙間から明るい月が顔を出すのが目に入った。それを見た薬山異元がカカッと大笑すると、その笑い声は静寂を破って九十里も離れた村まで届いたといいます。悟りを極めて森羅万象と一つになった禅僧の力量は広く天地を覆い尽くすことを示す逸話であります。この薬山の境地をたたえた孤輪一人照らして高山静かに自称一世天地驚くから取られた句で、夜の山並みを月が静かに照らし出している情景が描かれています。それでは今から月よく照らして高山静かなりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。